What's up, you guys? It is Kotetsu here, and today we're going to be doing another, or actually, a special. Now, I'm just going to be doing this intro to be talking at all through this video. It's a nice little special video I wanted to do for you. This is perfect time to do it. I was doing New Game Plus, and I was like, dude, this is going to be an awesome little special video I'm going to do for this game. And I can't wait to do it. I can't wait for you guys to see it. It's going to be cool. If you guys do like this video, go ahead and give it a thumbs up. Also, if you're new and you enjoy my content on here, feel free to subscribe. This is a match I wanted to do ever since I found out about this character and his weapon and everything like that. You guys are probably going to see the title of this, this video. But it is going to be Monado versus Monado. Hope you guys enjoy this video, and I will see you guys next time. よく来たな。待ってたぜ。熱。コアクリスタル。なんだ、人間の真似事はやめたのか。タグ、居場所が定まらねえどころか。 考えまでもフラフラしやがるな、お前は。ホームラン後かだ。さあな、もう落ちんだんじゃねえか。ふざけるな。俺はまだ生きている。だといいがな。そう怖い顔すんな。500年前に失ったものを返してもらっただけだぜ。どの道お前はあいつに会えない。まったくよ、笑っちまうぜ。だってそうだろ。 あの時のサルベージャーのガキが今じゃ自信満々の面構えで俺の前に立っていやがる。当たり前だ。お前らなんかに負けてられるか。ここまで来たことだけは褒めてやるぜ。けどな、消えろよ小僧。 気をつけな、亀ちゃん。メズの力はどんな物質も消し去っちまう力なんだ。腕だろうが頭だろうが持ってかれちまうよ。何やと。じゃあどうすれば。<笑>どうにもなんねえんだよな、これが。<笑>いや、てめえか。いや、もっと早くにこの力を使うべきだった。 怖かったんだ。またあの日々が戻ってくるんじゃないかって。そのせいで救えたかもしれない命を。いや、けど教えられたんだ。私は自由なんだって気づいたんだ。私が生きる意味に。熱、あんたの力が物質の消去なら私の力は命の再生。 相手に生きる力がある限り、それを増幅させてどんな傷だって一瞬で再生させることができる。ブレイドの武器だって同じ。元は私らの体からできてるんだからね。だからレックス、みんな思いっきり生きな。ああ、よし、やってやる。 これが本来の俺だ。モナドピーター。なんとストライカーエッジ。敵の注意がそれ。はっ。支援と。モナドバースト。重装だ。オッケー。イグルアイ。いいね。高まる。はい。モナドサイズの攻撃高め。今だ。ライン越えるや。 いいぞ、モナドエッジ。シレット。絆こそパワーだ。モナドエッジ。礼を言おう。モナドエッジ。いいね。トライカーエッジ。モナドスターム。
再生はできても攻撃力はねえってか。もうちょっと気張ってみろよニア。いいさ、なら見せてやるよ、私の力を。レクス、手を貸して。分かった。私の動きに合わせて。ああ、行くよ。 細胞の再生速度を暴走させたんだ。いくら不死身のブレードだって、大元は人間の細胞からできてる。それを利用しただけだよ。それでか。その力を見抜いたから、シンはお前を。さあね、そんなことシンに聞きなよ。 一つだけ教えてやるよ。私の居場所はね、メッツ。ここなんだよ。